後藤はじめぞう9月23日から1954年10月5日は、昭和期の政治家、実業家、後藤新平の長男で、伯爵。貴族院伯爵議員を務め、実業家としては、電力会社の矢作水力や同社から派生した、化学メーカー等は合成化学工業に関わった。1893年9月23日、後藤新平の長男として生まれる。 父新平は一蔵の誕生後、台湾総督府民政長官、南満州鉄道総裁、定身大臣、内務大臣、外務大臣などを歴任。男爵、死爵を経て1928年に白爵に上された。一蔵は学習院高等科を経て1915年よりアメリカ合衆国へ留学し、1920年、コロンビア大学政治経済科を卒業。 帰国後は、実業界に入り、まず、金が淵宝石に入社した。1929年、父の死去に伴い家督を相続し伯爵を就職した。1932年、奥平商教に代わって、研究会から貴族院伯爵議員に押され、同年7月当選。1939年7月の改選でも再選し、 以降1947年5月まで貴族院議員を務めている。内閣委員、大東亜省委員、鉄道会議議員を歴任したほか、1938年には第23回万国議員将事会に及び第34回列国議会同盟会議に出席した。1926年3月、天竜川開発を目的とする。 電力会社天竜川電力株式会社が設立されると、後藤は常務取締役に就任した。同社は当時の大手電力会社大道電力の合計会社で、後藤は村瀬松一や工学博士の山形洋介らと共に大道電力を代表して天竜川電力の役員に選任された。ちなみに大道電力副社長の増田次郎はかつて父、 新兵の秘書官を務めた人物である。就任以降天竜川電力の常務として電力業界で活動するが、1931年に同社が同じ福沢系の矢作水力株式会社へと合併されたのに伴い、矢作水力に転ずる。引き続き常務を務め、社長の福沢駒吉、副社長、成瀬正忠の下で、 同じく常務の黒島道彦と共に経営方面を担当した。太平洋戦争下の統制政策によって同社が解散する1942年4月まで常務に在任している。解散後は、矢作水力の科学工業部門が独立した矢作工業、後の東亜合成科学工業株式会社の取締役に転じた。戦後の1947年5月、 日本国憲法の施行による家族制度廃止に伴い借位は執行し、貴族員も廃止された。1948年10月、東亜合成化学工業の取締役を辞し、監査役に転ずる。1954年10月5日、心臓病のため、東京都港区麻布三原野町の自宅で死去した。満61歳没。東亜合成化学工業監査役に在任したままで。 あった。他にも秋田鉄道株式会社取締役を務めていたのが確認できる。ありがとうございます。